フランシーの場合はあまりにもおバカさん、フランシーの場合はあまりにも寂しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ、本当のことを言ったらお利口になれない、本当のことを言ったらあまりにも悲しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ、一人ぼっちの世界に残された言葉が、一人ぼっちの世界にいつまでもささやく、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ、フランシーヌの場合は私にもわかるわ、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ、フランシーヌの場合あまりにもバカさん、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、ランシーヌ、本当のことを言ったらお利口になれない、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、ランシーヌ、一人ぼっちの世界された言葉が
パリの朝に燃え